ね、日本語難しくて知らないでほしいな。はい、建築材芝くず全然ダメだから次は入れなかった苦しい預けばー ASMR 配信やらなければなりませんよ。うるる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 。もしもし、お名前いいですか？ホロライブの清楚担当、みんなのアイドル、夏色まつりです。どうもどうも、お久しぶりです、夏色まつりさん。お久しぶりです。通報が入っていたので、通報？心当たりとかないですか？ないですね。やっぱ清楚なんで。清楚です！清楚ということでね。何の罪に問われているかちょっと先に説明させていただきたいんですけど、シンプルにセクハラですね。え？え？心当たりがない！あるわけがないじゃないですか。ありえないな。ちょっとじゃあこちら見てもらっていいですか？これなんすかね？週刊誌みたいな画像がちょっと送られてきちゃってて。なんて読むすかね、これ。あ、キスしちゃいましたですね。はいはい、キスって読むんですね。まつり先輩からチューされたと。え、なんかテロでもやってる、うん、そういうなんかキスの。喜んでね、みんな。本当ですか？キスされた方いるんでね。呼んできていいっすかね。え、おう、はい。ちょっとキスされた方。誰プライベートなんで名前とか明かせないんですけど、じゃあまず EN の方からキスされましたか？はい。か細い、怖くて声が出てないみたいです。どう思いました？私は好きでした。すいません。実は好き。ちょっとほら、あ、なるほどね。じゃあ続いて、あなたもキスされたんですか？はい、キスされました。どう思いますか、今回のキスの報道を見て。私もデビュー当時に会った瞬間に胸も触られて。胸を触られた。はい、キスもされたんですけど。わかりやすい声だな。次は EN の番なのかってね。 JP がダメになったら次は EN かと、そう思いました。わかりました。大変貴重なご意見ありがとうございます。ハ・マルスさんとミ・マルチさんですね。こういう意見出てるんですけど、やっぱり心当たりないですか？まつりからしたら、まあ、喜ばれているなと。一人目喜んでたし、二人目もちょっとどっちかっていうと嫉妬に近い感じ。大丈夫ですか？二人目観光大使ですけど。あ、ちょっと見渡す限り有罪ということで。なんで21時12分夏色まつり逮捕。残念なことではあるんですけど、一言いただいていいですか？いや、でも喜んでたけどね。反省しろよお前。観光大使だぞ一人。観光大使も喜ばせる女でした。何を言ってるかちょっとわかりません。失礼しまーす。プルル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 。え、なんすか？お名前いいですか？いや、間に合ってます。の大空警察なんですけど、はい、坂又クロエさんでお間違いないですか？はい。罪状だけ先に読み上げますね。ストーカーと恐喝できてます。全く身に覚えがないというか。じゃあちょっとこちらの画像まず見てもらっていいですか？勘違いだな絶対。これ何のシーンですかね？あ、あ、いや、これはすごく仲良くさせていただいてる紫しおん先輩、お祝いしようと、お誕生日を、バースデー動画を撮った時に何か喜んでくれるかなと思った時に、坂又がしおん先輩を好きだって尊敬してることも喜んでくれてたんで、はいはいはい、やっぱここは愛情を示さなきゃと思って、うん、キスの方を。なんかチュっていう感じですかね？あ、うわぁ！どうしました？あ、ちょっとディメンターが横切ったかなと。一応紫しおんさんの方からコメントをいただいてまして、坂又は配信でこんなことを言っていますが、収録で会って裏で話してても実はずっとこんな感じです。しおん先輩手開いてて可愛い、しおん先輩はそうやって手を合わせるんですね、などと横から一人で話しています。もはや慣れてきてしまって、これでいいのか不安になってきました。じゃあ被害って今のところないんですかって聞いたら、まあちょっと気持ち悪いかなって。もう一個、家に行った時にシオンに先にお風呂に入ってもらって、はい、その間にバスタオルを入れ替えるみたいなこと考えてました？何のことですかね、全然覚えがないですけど。その後なんですけど、それちょっとなんかバレかけたみたいで、リスナーさんに。で、バレかけた後に言った一言とか覚えてます？こちらなんですけど。これ覚えてますかね？これ捏造とかじゃないですか？しばくぞって言ってました。恐喝に当たると思うんですけど、反論とかありますか？言うなら今なんですけど。でもみんなもやるよね。はい、それでは判決の方に参りたいと思います。有罪有罪有罪。21時19分坂又クロエ逮捕。
最後に一言言ってもらっていいですか。芝くず。はい、評価プラスで10年追加でお願いします。プルルルルルルル。え、かわいい。あ、すいません、あの大空警察なんですけれども、機材トラブルでもありましたか。団長が解決します。あ、いえ、あの通報があったから連絡させていただいたんですけれど、罪状なんですけれども、職権乱用セクハラできてますね。職権乱用した覚えなんてないですし、セクハラも身に覚えがないないんですけれど、ちょっとこれ私も出すかすごく迷ったんですけど、こちらって見覚えあります？これ無意識なんですよね。無意識でこれやってるってことですか。このシーンを見つけた私大空すばる本人から言わせると、かなり恐怖を感じた。でもね、匂いはかすかに覚えてて、いや、シャンプーのいい匂いがしたなっていうのだけは覚えてるんですけど。わかりました。あの、ではもう一件いいですか。ちょっとこの話は一旦終わりにして。ハムスター好きですよね。ハムスター好きです。こちらのツイート覚えてます？人類みんな減らったらハムスターになれ、これに対するリプライ覚えてます？お尻界でもいい、人間界だと犯罪です、これ。え、でも一言言っていいですか。人間界でダメなこと、はい、スバちゃんもやってますよね。例えば殴りましたよね。いやいや、ちょっと待ってください。ご協力助かります。当日はよろしくお願いします。殴ってる。え、殴ってない。殴ってるよ、この人。これはあれじゃん、オス頑張ろうなのやつじゃん、これは。スバちゃん、もうその警察に味を占めて正義の名のもと、やっぱり凶悪になるんだなって思ったもん。つまるとノエルの判決きますかね。ちょっと待って、同じ牢屋に入れて、あ、有罪でいいです。両者有罪ということでね、はい、ちょっと温めとくね、牢屋。こんなことになってしまうとは。いやー、いい企画だな。ちょっと出してー、ここやばい、出してー、帰れー。プルルルルルルブ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 ル。ガチャ、誰？大空警察です。お名前どうぞ。魔界の天才夜空メルですけど。メルさんに関してはですね、疑いがかかってまして。なんすか急に。メル何も悪いことしてないんですけど。薬物中毒の疑いがかかっていて最近ですね、あまりにも言動が尖りすぎているということから通報が来てまして。こちらの配信覚えてます？覚えてます。久しぶりのマインクラフト、うん、これ新サーバー行くって言ってたじゃないですか。でも旧サバを30分観光してたって聞いたんですけど、うん、それ本当ですか？真実だけど分かんなかったから。シンプルに間違ったってことですか？そうだよ。なるほどなるほど。ジオゲッサーされてましたよね。はい。ジオゲッサーってどういうゲームだと思います？自分がどこにいるか当てるゲームでしょ？そうですよね。最初にリスナーさんに、このゲームって自分の場所分かんないのって発言したの覚えてます？そんなこともあったかもしれないね。これさ、自分がいるところは分かるんかな？このマップでメルがいるところは。それは出るんだ。確かに。じゃあちょっと最後なんですけど。まだあるの？リスナーさんだけじゃなく、メンバーからも来てまして。え、メンバーからも？この前、お酒飲まれてました。そう、初めてね、晩酌配信撮りました。死なないでって言ったの覚えてます？みんなはもしカレーライスで死んじゃったらどうしよう。死なないでほしいな。切り抜きを言いました。朝起きたらとんでもねえものが上がってらっしゃって。とんでもねえものが。これ本当に何か決めてるってわけじゃないんですね。本当にお酒を飲んだだけで。真っ白、天才、可愛い、無罪、おめでとうございます。やったー、初めての着王でーす。よかったー、メルちゃん本当に着王でーす。おい、通報したやつ覚えとけよ。もしもし、また冤罪ペコですか？あ、もしもし。すみません、大空警察さん。前回も呼ばれて冤罪かけられて、またかって、ちょっと呆れてるんですけど。じゃあ、まず、スバル先輩にひどいことやったことありますかって話ペコなんですよね。いやいや、あなた最近、マインクラフトの出来事ご存知じゃない。詐欺、転売、窃盗、詐欺組織の結成、許されざる
る呪文の連発、殿堂入りです。まずあなた、死の呪文の連発、記憶にありますか？スバル先輩、それはマジで冤罪で、まだペコーラ死の呪文使えません。学んでないってことです、実を言うと。でもペコーラさん、苦しませる呪文ってご存知ですか？確かに最近覚えたかな。言ってみてもらっていいですか？苦しよ、あずかばちょっと心のあずかばんが出て構えた息満々ってことじゃないですか。いやもうこれだけで魔法界では許されないんでね。風間いろはの情報の販売っていうのが来てるんですけど、これ見てもらっていいですか？あー、かなたちゃんとのなんかもう一人いる。実を言いますと、私が主犯じゃないんです、これに関しては。主犯じゃないんですか、これ。呼んでいいですか、主犯を？あ、はいはいはい、わかりました。主犯来い、主犯いるだろ、出てこい。来た来た。お名前いいですか？どうも、あまねかなたですけど、の、謝罪しろ、お前は死ぬなんだから。かなたさんも疑惑にかかっているということで、罪の。罪？主犯です。じゃあ、こちらへどうぞ。これをすべてくれるの？すげー。どうもどうぞ。請求書はまた後日お送りいたします。先輩に交わすの？こっちも商売なんだよ。まだわかりますね、この流れ。怖いよ。ここだけの話にござるかもめるぞ。欲しがってたからね、情報払いでいいか。悪くねえ。この情報でいくら？情報料500個な。どう、ブロック500？感謝します。あなた、これ言われてる風間の気持ち考えたことありますか？二人とも。これね、実は言わされてたんですよ。いや、これね、かなたちゃんが裏でどうやるからこう言えって言われたペコなんです。ペコの前でござるをカモにしようだなんて思ったことはなくて。じゃあちょっと、かなた、ここしか挽回できないから言っていいよ、今。ください、僕他にないですよ、何の罪も犯していない。明らかにこの先輩という立場と圧を使って裏であれやこれやをし、そもそもですね、はい、埋設物建築材でもう裏から違うけどね。そうですね、こちらですね。見せるな、見せるな。これを踏まえた上で有罪無罪決めてもらいましょう。みんな分かってる。はい、あずかばん、あずかばん、有罪、有罪、有罪、あずかばん、あずかばん。お疲れ様です。サバダさん、イカチー、ハコスベルと申します。今日よろしくお願いします。お願いします。ちょっと一緒にね、国際指名手配犯を取り締まりましょう。はい、頑張りましょう。イナちゃんです、よろしくお願いします。私たちは、イナちゃんをですね、仮パク罪、仮パクご存知ですか？ I do not remember such a thing. あんまり記憶ない。記憶ないで。ちょっと通報のね、内容を見ていこうと思うんですけど、これはですね、何かというと、在学中、イナニスは友人から悪魔城ドラキュラのゲームカートリッジを借りたが、決して返さなかった。最悪なのは、イナニスが悪魔城ドラキュラをプレイしたことがないことです。これは、意義あり！意義あり！なんだと？どうして意義ありなんですか？子供の頃、友達とゲームを交換して貸したんですよ、私も。それが、私が大好きな、フェニックス・ライト vs. プロフェッサー・レイトン。逆転裁判です。レントン教授ですかね。そうそう、そうですよ。はいはい、でも、私も、ゲームを返してもらってない。ないです。好きなゲームなのに。お互い仮パクしてるってことですか？そうですね。そうです。認めちゃってる。 You just did it! Japanese no, no good! すいません、日本語、難しくて。Innocent! うざい！なにー！いいな、言うわ。Hello! Hello! Hello? Hello? My name is Gar Gurov. Yeah, Gurov! Can I see? Badge number? We have called you in here because we have received notice that there have been accusations of you acting out fraud.
fraud. Yeah. Yes, there's been fraudulent activity linked to your name. Miss, any words on that? Well, I haven't seen a badge yet, so I'm not sure. 犯罪者の声に聞こえない。Budge, どこ? Budge! Who cares about the badger in the face of justice? Justice? 今日はですね、なんで来たかというと、詐欺ですね。You're under the accusation of fraud being the main crime. Can I have a lawyer present? 弁護士! Oh, we're only here to determine whether you are guilty or innocent. Your lawyer will be present afterwards. Do you remember this? Do you remember this stream? 覚えてますか? Where did you get these blueprints? That is classified information, miss. Who do you work for? We are the Ozaras police. We have access to classified information. What is this? Explain yourself. What is the meaning of this? What do you want with my Atlantis? これどこで手に入れたのかって聞いてます。Your stream! Your stream, miss. This is public information. What about it? What do you want with my Atlantis? Atlantis を作るってマインクラフトでグラちゃん言ったらしいんですけど、カエラちゃんに資材をもらってるんですよね。その資材もらった状態で2年ぐらい放置してるって聞いたんですけど、本当ですか？これは詐欺罪に当たってしまうんですが。そうですよね。Well, your year is incorrect. It was not 2 years ago that I initiated the foreign trade deals, but unfortunately, foreign trade deals can't be discussed openly without all the parties present or consenting, so I simply cannot speak on this matter any further. Officer, I'm sorry. やばいです。すみません。I hope you can understand. グラ、are you genius? That's next problem! Oh, we have another case against you, ma'am? Are you say so?Look at me. I'm a perfectly crafted being of cute. But, あなた、マインクラフトでウーパールーパーに対して小作りしろって言ってましたよね。In Minecraft, there has been a very questionable activity that you've been doing with Oopa Loopers. With axolotls, do you remember? Maybe saying this line? Do you consider this say-so activity, ma'am? The only way to move the bloodline forward is if I do it myself, okay? It's a risky procedure. Tampering is gonna lead to a failed experiment. I'm the only qualified hyper being to do this, okay? Gura, you are genius! 鍾乳洞のこと TKB とか言ってますよね。TKB? What is that? I'm not understanding. TKB がわからないって言ってます、スバラさん。どうやって説明しますか TKB がわからないだと Gura, you are genius! だがしかし、お前、リスナーから言われるたびに、私を怒らすな私は可愛いって言ってるだろう許されると思ってるかが Is it wrong? Are you saying I'm not cute? Is that what this is? Did you just invite me here to offend me in front of everybody to say I'm not cute? すばらさん、負けてます何で言ってるんだ I was crafted in a laboratory! 私は可愛くないって言ってますグラ、sorry! You are cute! Oh, thank you! You are cute! ダメだ犯罪者の声聞こえない Now! Let's hear the verdict from our listener time! We are now determining your fate as we speak. I am cute! 可愛いので無罪。キュートイノセント、ね、あれ嘘や。グラ、you are innocent! No way! やだー Next time! I must arrest you! Look out! Next time! We'll get you next time! You can try! You can try だけ分かったくそグラやるなマジでやばいっすよすばらしいこれ JP よりやりてやんハロー Hello Hello What's your name? 私の名前はコボカノイルです子供ホロライブ ID3 期生のレンシャマンですすばらしいこれ合ってますか子供なんですけど合ってます子供ですけど合ってますとりあえずコボは今あのクソガキ罪と詐欺、銃刀法違反で取り締まれって言われてますね。そんな、どういうこと、わからない。Do you remember this stream? 何 Showing some evidence. あ、これ、覚えてる。何したんですかこの配信で。ASMR だけ。Ear cleaning. Ear cleaning? Ear cleaning? 本当ですかなんで Here, everyone. Yes. I'm ready.What is this, Kobo? Please explain yourself, ma'am! Ear cleaning? So, なんで? Ma'am, during this broadcast, I'm sure many of your listeners, their eardrums would have burst. Do you understand this? あ、思い違い。ミエナの綺麗な耳のために ASMR 配信やらなければなりませんよ。Cute! Next! Okay. This! Wow! What a fancy place! Damn!I can talk to them? Riding horse! Let's go! Kobo, are you children? What is your age, ma'am? Six! Six? Only six?
Ma'am, do you understand that there is a legal requirement age in entering these kind of places? I'm sorry, I don't know about that, but the security let me in, so... Yeah, I'm just going inside because it's a beautiful place. Kira kira. 間違いってこと?そう。いや、エンジョイしまくっとるやろって。What's wrong with having fun with yourself? だから未成年入ってダメなんだってここ This is not a place for minors, do you understand this, ma'am? 私は知りませんよ。デディのブラックカートに持っていますが、レディを探しています。私知ってますよ。そのクレジットカード人のですよね。ツイッターに晒してましたよね。ツイッターにクレジットカードの情報。OK。もう一個。Do you remember this dream? はい。覚えてる。この中であなた、拳銃みたいなやつカチャカチャみんなで動かしてましたよね。あれ、日本だと銃刀法違反です。違い違い。自分を守るため武器が必要。No! No! We must arrest! え、なんで?みんな、私は絶対に悪くないよ。みんな。もう一回 SMR 流すぞ。ギルティギルティ。でもダメだ。日本に来がさ、かわいいっつってごまかさそうになってる。おい!お前ら!みんな心で考えろ!目を使うなで!耳じゃない耳じゃ!ギルティギルティギルティ。有罪多いわ。Sorry, Kobo. Kobo. You are guilty. Very, very sorry to say. お前!私はいいことやるのに、なんで捕まるんですか?おい!ホスト行ったり詐欺してるからだ!まだ未成年なのに、なんでそんなことするのか!反省してください!何が欲しいよね!おい!お前!ちょっと現れてきましたね。反省してください!お疲れ様です。本日もありがとうございます。Thank you for watching!